皆さんお疲れ様でした。本日2024年、3月18日、16時15分、先ほど、石川県、星稜高校と、田辺高校の試合が終わりまして、まあ、星稜高校に、味方する形で、試合取り組ませていただきました。まあ、その後ちょっとね、誰か来てないか、誰かっていうのは、僕がね、まあ、求めてる相手っていうことになるんですけど、それで、まあ、ちょっと外一回様子見に行って、で、まあ、家戻ってきたところで、撮影しています。まあ、今日の試合を振り返ってなんですけども、まあ、今後の試合についてですね、まあ、今日の試合で気になったのは田辺高校のピッチャーの方のフォークボール、を何回か振りに行ってしまって、三振されている方たちが、星稜高校の方たちにいらっしゃったで、まあ、フォークボールにもいろいろ種類あるんですけども、まあ、今日の田辺高校のピッチャーの方、まあ、本来のピッチングかどうかは分かりません。だけどもあのフォークボールは簡単にバットが止めれるフォークボールなんですよ。結構手前の方でワンバウンドしてるでしょ、ベースより手前とかで。だから、その辺のところ、まあ、相手ピッチャーもその辺考えて、低めを投げ込んできたりして、で、その低めのフォークボールを、まあ、なんとか振ってもらったらラッキーだなというような形で、投げ込んでいたと思います。ですので、まあ、試合中盤以降、星稜高校のバッターの方たちはバットがボールの下を叩いてフライが多かったんですよ。それはなぜかって言ったら、その余計なフォークボールを振りに行ってしまってるからなんですね。基本的にフォークボールって振りに行くボールじゃないんですよ。ごくプロのピッチャーの方で、本当にちゃんと毎日野球で知るものですから、精度が高いから、だから高めのボール球からストライクゾーンにフォークボールを投げ込んでくるっていうような器用な人たちとかもたまにいらっしゃいます。だけど、それは高校生の人たちでそこまで扱える人たちってまずいないんですよね。だから低めのボールが来たら、例えばもう投げたところで、その角度的にね、もう多分膝元ぐらいに来るなっていうボールはもう全部バッと止めていったらいいんですよ。で、あとはまあ選球眼。まあ、最初の頃、かなりしっかりされていました。で、どこでちょっとおかしくなってるかなって言ったら、やっぱりその余計なフォークボールを振りに行ってるところなんですよ。そこでね、ちょっとバットの振り方、まあ、人にもよるんですけども、まあ、ちょっと崩されかかってるなっていうのはありましたね。で、まあ、田辺高校の、方たちに関しても、しっかりした守備されてまして、まあ、最初の方のイニングで、キャッチャーの方が、セカンドに送球した時に、まあ、それだっていうのがありますけども、まあ、ああいうことってそのなかなか難しい体勢とかタイミングとかで、無理な状態から投げなきゃならないっていうのは、まあ、キャッチャーの人の、役割でもあって、まあ、塁間っていうのはすごく緻密に作られているものであって、徹底的に足を鍛えた人だったら、例えばプロの世界だったら、大抵セーフになるのが盗塁、かたや、ある程度の足の鍛え方だったら、やっぱりプロのキャッチャー相手では、まあ大体アウトにされる。大体プロの方のね、年間のそのセカンドへの送球での盗塁阻止率って、ほとんどのキャッチャーの方9割超えるんですよ。その辺のところで、塁間って本当に緻密に作られてるなっていうのがよくわかるんですが、まあ両方とも、甲乙つけがたい、試合をされていて、本当にもう神一重だと思うんです。本当に今まで僕もいろんな試合を取り組んできていて、本当にいろんな試合、神一重。まあ最後、2点タイムリー、最後の方で、9回だったと思いますけども、ライト戦。まあ内角に近いボールですかね、振りに行って、まあバットの芯じゃないんですけども、そのしっかり振るっていう意味としっかりと当てるっていう意味で、そのどう言ったらいいんですかね、そのフライにならないようにちゃんと打ってる。そうすればとりあえず振り切れば内野の頭ぐらいは越せると、それはしっかりできていたんですよ。で、まあ心の声で私が送っていたのは、まあ、選手の方に届いていたかどうか分かりませんけども、ここはもう単打でいい場面と、必ずヒットが欲しいと。じゃあ先ほどのそういう風な振り方っていうのはぴったり合ってるんですよ。
まあ、あとは、最初の方の回に戻りますけども、最初の1点目だったと思うんですけど、セカンドに盗塁したじゃないですか、ツーアウトの時。やっぱりそうだと思うんですよ。ツーアウトランナー1塁の時って、まあ、もちろん走者の方のその足の脚力にもよると思います。だけども、できるだけやっぱり盗塁を狙うべきですね。で、まあ、中盤の時に盗塁阻止されて、アウトになってましたけども、タイミングってやっぱりギリギリじゃないですか。じゃあもうその辺どうかって言ったら、やっぱりキャッチャーの人が、もしその時にセカンドのベースに入った人がね、この辺りでもし取っていたら、ここまでこうタッチしなきゃならないじゃないですか。そしたらあの時のタイミングって、もしかしたらセーフになってたかもしれない。だからその辺のところは、お互いの、練習の成果っていうものが発揮される部分であって、まあ、田辺高校の人たちもしっかり練習をしてきてるから、だからまあアウトにできてたわけなんですけども、だけども、ツーアウト一塁の時って、もちろんそのファーストのランナーの方の脚力にもよるんですけども、足早いんだったらもう果敢に、そこはもう狙いに行くべきなんですよね。そこでチャンス作れるかどうかなんですよ。確率的に2回ヒットを打って、ランナー帰ってくるよりも、1ヒットでランナー帰ってくるケースを作る方の方が、やっぱり点数は取りやすい。で、まあ、これ、両チームの方ね、もしかして解説席でどう言ってるかとか、こう、聞いていて、その情報が入ってきていたからか、まあ、スコアボードの上の旗を見て、追い風になってるところを見て、判断されたのかもしれませんけども、やっぱりホームランって確率低いんですよね。例えばプロの方でも650打席以上、打席に入って毎年20本以上ホームラン打ってる人ってほとんどいないんです。まずいないんです。1割の人もいるかいないか、多分いなかったと思いますね。毎年っていうことになってくると。例えば3年連続とか4年連続っていうことになると。もうそういう世界なんですよ。だからまあ体格とかを見たときに、その芯で捉えてもね、まあよっぽど打球角度とか、で相手の投げてきたボールが速いストレートじゃなくて変化球とかね、変化球の方がやっぱり飛ぶじゃないですか。だからそういう部分があるから、狙うときはその追い風であったとしても、基本は例えばライトとセンターの間とか、センターとレフトの間だとか、まあ、レフトとか、ライトの方がライン際に寄っていたら、まあ、そういう間を狙って、片やセンター寄りに守っていたらライン際を狙って打つと、まあ、そういうことなんですよね。だから、そういうところをしっかりと意識、まあ、両チームの方たちとかもそれなりに意識して試合されてたとは思います。ただ、途中で中盤から星稜高校、まあ、やっぱり星稜高校の方の方たちについて、試合勝ちに行ってましたから、やっぱり記憶に残りやすいんですよ。だから、田辺高校の人たちのことは、しっかりと、覚えていません、正直。で、まあ、気をつけなきゃならないのは、やっぱりフォークボール振りに行っちゃうと、その後、普通のボールがフライになっちゃう。これ、プロの人でも同じなんですよ。だからもう、セオリーは、ストライクゾーンのボールだけ振る。で、それはしっかりと、あ、意識してできてるなっていうのは序盤から見受けられました。星稜高校の方たち、ボールゾーンには絶対なかなかこう手出さないようにして、ボールを見極め、もうそうなってくると相手ピッチャーとしてもやっぱりストライクゾーンにボールを投げ込まなきゃならなくなる。そういった場面をしっかりと狙っていくと、やっぱりこういうことですよね。まあ、けどそれでもやっぱり勝負事ですからね、甘くなかったですよ。リードしても、田辺高校の方たちに追いつかれて、で、まあ、それが2回続いて、同点のまま続いて、まあ、9回、8回裏も、まあ、ピンチの場面があって、まあ、9回裏も結局ピンチを招いていたと。ごめんなさいね、正直なこと言います。9回裏、ちょっとね、干してる洗濯物、家の中に取り込みに行ってたんですよ。申し訳ないです。いや、僕もね、最後の最後まで気抜いちゃダメだっていうところあるんですよ。まあ、その辺動きながらでも、頭の中を供給したりとかね、そういったことはできるんです。
だから河川の撮影とかしに行った時に河川水門開閉式ダム地下水流トンネル発電、まあ誰か知ってる方がいたら、まあ、説明、レクチャー受けてもらったらいいと思うんですけども、そういった時にね、スポーツの試合がある時に歩きながら頭を流したりだとか、そういったことをしながら、行っています。まあ、とにもかくにも、初戦突破できて、本当にもう胸をなで下ろす思いですね。本当にやっぱり勝負ごと甘くないなっていうのは本当に今日の試合でも、感じました。まあ2対0のところは、その僕と石川県出身の松井秀喜さんかなとも思いますし、まあ、もしくは、違う方、まあ、ちょっと心当たりがあるんですけども、それでなんとか2点差つけてたかなと思うんです。まあ基本的にそのプロの試合とかでも、野球だけに限らずサッカーとかでも、国家間の試合でも国代表戦の試合でも同点のケースって多いんですよ。見たら結構はかなり多くて、皆さん驚かれると思います。だそれは国連という単位でまとまっていて、世界のルールは法律であって、そこでどういうふうな形で1点を取りに行くかっていう形になるんです。野球のもちろんそういう上手い下手はありますよ。もちろんあの、ね、これもはっきり言っておきます。神がかり的な力だけで、その頭とか貸すだけでね、極端な話、柔道のオリンピックの金メダリストの人がね、小学生の柔道ちょっと習った子と柔道をして負けるかって言ったら、これ頭の中をいくら小学生の人に供給しても、腕の力とか足の力とか全部いったとしても、これは無理です、どう考えても。だそこまでいくとアホがかり的な力になりますから、そこはあの物理的法則があって、天の神様がいて、太陽っていうものは何十億年も前か、もしくは何百億年も前から存在する。それでも燃えっぱなしだけども、片や地球は温暖化とか呼ばれてるでしょ。燃えてるんだったら体積減っていくわけじゃないですか。だから神様がある程度作った原理原則っていうものがあって、まあ人間には輪廻転生があって、生まれ変わりがあってっていう、まあそれでね、昔戦争してたら世話がないっていう話になるんですけども、まあもう世界中の人たちそれぐらいで覚えといたらいいんです。もうみんな大体どこの宗教も、仏教も、神社とかのね、神道とかも、まあインドのヒンドゥー教とか、まあその元はバラマン教なんですけど、イスラム教とか、まあ、パレスチナとかイスラエルの昔の県ですよ。まあキリスト教もユダヤ教も、もう最高神、全神、あの天の神様って太陽神なんですよ。だって太陽がなくなったら大変じゃないですか。大変どころか全員死ぬでしょ、気温うんぬんが。普通に考えて、で、食べ物の件もありますからね。もうそれは当たり前のところなんですよ。結局その宗教を利用して何を戦争してるんですかと。あれ一応ね、まあもうこれぐらいでもう野球の話じゃないんだったらいいやっていう人はもうここの辺で動画終わってもらっていいと思うんですけども、これもともと紀元前ね、数千年前にインドの北部の、まあ、インドのあたりのところでバラモン教っていう宗教があったんです。でそこでエジプトの方の奴隷をさせられていた、モーゼというものが、モーゼもしくはモーセというものが、まあ、逃げていった先でそのバラモン教の、まあ、宗教を覚えていらっしゃった方だと思われる、ヤハウェという方に会われて10回っていう10個の、ね、ルールを覚えたんですよ。人を殺してはならない、人の、ものを盗んではならないとか、まあ、当たり前のことばっかりです。当時は識字術、文字を書いたりとかね、そういったことがなかなかみんながみんなできてたわけじゃない時代でしたから、紙とかは貴重でした。ほとんどの国は竹とかね、ああいうふうな木の札とかにこう文字書いたりだとか、そういうふうな時代だったんですよ。で、そのモーゼがイスラエルの方へ逃げていって、まあそこで、イスラム教とキリスト教とユダヤ教に分家していったんですよ。これ答え簡単です。あんまりたくさん人の家集まれないでしょ。広場でもそうなんですけど、昔マイクなんかなかったじゃないですか、拡声器とか。じゃあ大きな声でね、たくさん人が集まれば集まる方ほど誰かが何か言うでしょ。そしたらどれだけ大きな声を出してもあんまりみんな聞こえないんですよ。じゃあ分家ができていくんですよ。で同じ宗教で分家ができていっただけなのに、宗教間で昔の人は戦争してたと。
こんなに大バカな話だったんです。だから今の時代は国連でまとまってるから戦争なんかしちゃダメですよ、そんなことよりも今エネルギーの残存量問題だから軍需産業なんかで、ミサイルなんか作ってたらダメじゃないですかと、まあ、こういう時代なんですよ。貴重な金属とか消費してと。だからテレビのニュースとかでもずっと昔のニュースをね何回も放送してますけども、してませんから。そんなこと上の方してたら知らで議員辞めさせられます。でまあいろいろね、厳しいお沙汰で刑事事件とかになってします。そういうことでお金を動かしていたら。だからまあもともとバラマン教からそのインドのヒンドゥー教ができて、そのブッダという方がね生まれて、その後釈迦って名乗られてるんですけども、その方が、まあ、ネパールあたりのインドと、まあ、ネパールの間ぐらい、まあ、大体そのあたりの地方に生まれた方が仏教というものを作って、まあ、元々はバラマン教だと思いますよ。それがだんだん広まっていって、28代目にダルマ大使という方がいらっしゃいますが、ダルマってサンスクリット語で、その地域の言葉がサンスクリット語って言うんですけども、サンスクリット語で法律の方なんですよ。で、まあ、要するにルールを作ってたわけですよ。統治するのにね、当たり前のこと。それが中国の方に伝わったのが28代目で、日本から最澄や空海が習いに行ったとされてるんですけども、その頃日本にはもうすでに神道があったんですよ。だ本当のところの話はわからない。もうそんなに昔のところまで遡ると。だってテレビでフェイクニュースをこれだけ流していたら、何が本当のことかみんな分からなくなるでしょ。学校の教科書ずっと置いてなかったら。あと六法全書、こういう法律のね、第二次世界大戦とか本当にありましたよ。この法律の世界の中でありますから。僕も、ごめんなさいね、鼻水が。ちょっと。僕もね、フェイクニュースをあまり見させられたものですから、一応、本当のこともテレビで放送されてますから、能登半島の地震とかね、災害情報とかも貴重ですんで、一応、まあ、経済の動きとか、いろんなこと、エネルギーの残存の問題に対して政府がどれぐらい動いているのかとか、まあ、そういったことをしっかりと確認しなきゃならないので、一応報道を見てます。で、若い頃、本当に第二次世界大戦があったのかどうか確かめるために友達と、僕はまあ自動二輪の運転免許と、まあもともと阪神淡路大震災があったから、最初原動付きバイクをね買ったんですよ。その頃電車が途中で、途中の駅までしか電車が運行できなかったから、やっぱりどうしてもね定時制の高校通ってたんですけども、オートバイでね、まあそういう阪神淡路大震災の時でしたから、まあ学校にもう通学していいっていうことでしたから、まあ通学してたんですよね。でその辺の延長線上で、自動二輪を取得して、まあスピード違反で捕まったんですよ。原動付きバイクで時速30キロで走らなきゃならないんですよ、最初の方で。あとはあれね、道路通報のかな、警察の出してる冊子で見てびっくりしたんですけども、何年か乗ってたら時速50キロ出せるとか、もうルールがね、わけわかんないんですよ、本当に。いや、同じもの乗ってるのに、なんで最初のうちは時速30キロ以上出したら捕まるんだろうって、よくわかんないでしょ。行政の人たちも考え込みすぎると、答えがよくわからない答え出てくるんですよ。でそれがルール化されてね、でもしょうがないからルール合わせなきゃなんないから、まあ自動二輪を購入して、後々考えたら、あの時我慢してそんなことにお金使わなければよかったになるんですけども、ただ自動二輪を免許を持っていて、オートバイ中型を持っていたから友達と米軍基地を見に行けたんですよ。っていうのはね、いきなり沖縄県行った時、フェリーに乗せて、自分のオートバイを乗せて、まあ、沖縄県に行ったんですよ、仕事休みの日に。で現地着いてからね、いろんなバス停の時刻表を見て確認して移動なんかしてたら、日暮れるじゃないですか、本当に。だからもう何か乗り物で行くしかないんですよ、本当に。もしくは現地で何かレンタカーとかレンタバイクをどこかで借りれるんであれば。だけどもその当時、インターネットに接続したパソコンを僕は多分所有してなかった頃だと思うんですね。で、それはもう調べられない、本当に。
それをし始めてもキリがなくなるんで、みんな大体のところで地図とか購入して、大体こうだなあだな、現地行くじゃないですか。だからまあそれでちゃんと米軍基地がありましたんで、ね、やっぱり第二次世界大戦は本当の話でした。ちょっと野球の話からそれましたけども、まあ気になったところはフォークボールという釣り玉ですね。まあその辺のところに釣られないようにちょっとね、リラックス込みでね、驚いた時に、皆さんどうです？真面目な時これ言わないと思うんですけども、うおって言ってしまった時ありません？魚、うお、釣られてる、フォークボール。ごめんなさいね、余計なこと言って、これ試合中思い出したらダメですよ。笑っちゃうから、本当に。笑ったら体から力抜けるでしょ。それは、まあ、ついてるついてないだとか、人から力借りてる借りてないとかは事実あるんです。その体の自分から力が抜けていく感覚で、人から借りていた力とか、あ、抜けていっちゃってるなっていうのがわかりますから。だから、真面目な人からしたらね、そんなヘラ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 しながら試合するんだったら、力なんかカサンっていうぐらいのね、そういうことあって、ここはしっかりと、真面目に試合しようっていう。まあ、これは社会人になっても、もうこれ、仕事していても同じなんです、結局。全部同じですよ。どこ行っても。だからそういうところまで、人生たどり着けるかどうかっていうところ、何歳ぐらいで。まあさらに法を身につけてとか、まあすることはたくさんありますよ。まあその辺のところはね、気持ちの切り替えとしては、あんまりも高い壁だと感じたら、まあ暇はなくなっていいかと。暇にはならなくていいかと。まあ、それぐらいの気持ちでね、まあ、法律の世界とかと向き合っていただけたらいいんじゃないかと思います。もう気にないです、本当に。ずっと国会とか見てますけど。もう、こういうふうにこう、ぐる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 、こう、同じ答えにこう。いや、みんな真面目に会話してるんですよ。善意を持ってね。こうなってる、ああなってる、現場では、ああなってる、こうしなきゃならない、ああしなきゃならないって言っていて、それで、それをしちゃならないの話にもう一回ぐるっと回ってきて戻ってくるんです。それずっと国会でもしてるんですよ。本当に大真面目な話。もうこの法律の世界とか、あと国会中継とかね、テレビのニュースを何回 もずっと見とかなきゃならない。ものすごい法律とか判例とか、今までの答えっていうものを身につけてから議員さんにならなかったら、ほとんどの人はもうすぐ持たないです。本当にすごくよく分かってる人に、まあ、僕みたいな人にすぐに文句言われて、もう、ガムの限界来たら、もう、告発だっていうことになりますから。告発って刑事事件のことですよ。逮捕。検察庁へ書類を送られて、で、検察庁から起訴されて、裁判。まあ、書類送検っていうのはそういう意味です。まあ、民間人が書類持っていっても、ある意味書類送検なんですけどね。民事訴訟法を読んでいったらわかります。裁判法刑事訴訟みたいになってますから。民事訴訟も刑事訴訟あんまり変わらないんですよ。刑法とか見てもらったら分かると思いますけども、民法の、700第何条とか、だかそういうことは、各一条一条の後ろに小さな文字とかで書かれてる部分はあるんですよ。他の法律。だその辺のところについ当てはまっていきますっていう形になってるんですけども、違反等があれば。だからまあ、もともと民事不介入っていうことは、あれ、誰が言い出したんだっていうことになるんですよ。一法律だけで動く人間、一番危ない。もう、相対的な法律っていうのはいっぱいあるんですよ。それ作ってなかったら作ってなかったで、その一法律だけで全部物事進められたら話めちゃくちゃなんですよ、世の中。法律作った人間の方がバカみたいに見えるんですよ、本当に。だからね、まあ国会でも話ややこしくなりすぎると、大きな災害とか発生した時、政府はすぐに動かなきゃなんないっていう時に、もういちいち法律のことをあれこれあれこれ言ってたら気ないでしょ。だから特別措置法っていうのを作り始めて、それでもう総理権限で行きますっていうことで物事進めたりして、で今特別措置法がもう積み上がってるんです、いっぱいたくさん。普通に考えたら分かります。こんな分厚いものをね、これ本当は六法全書3がいるんですよ。現行法規、現代日本法規っていうものまでが、法律の範囲で、さらにそれプラス都政六法なんですよ。もうちょっと開けただけでね、もうこんな状態なんですよ。例えば、まあまあ、ここに書いてる名前とは違いますけどね。これは国家戦略特別区域法っていう法律ですけども、会社法だけで1000条を超えるんですよ。民法も1000条を超えるんですよ。
全部は全部覚えれる人、よっぽど暇な人か、それこそ仕事で行ってる裁判官とかそういう人ぐらいです。弁護士さんとかじゃなかったら全部が全部は無理です。だからみんな自分の職場の持ち場の、範囲の法律の部分だけはなんとか覚えようと。それだけでも大変なんですよ。日々自分の仕事に追われるから本当に大変です。法律の世界は。以上です。まあこれからも、皆さんが、まあ、躍進できるように祈っているということで、本日は、この辺でメッセージ、終了させていただきます。以上です。皆さんお疲れ様でした。まあそれと、まあ、最初登板された方が、まあ、ある程度のイニングで、ピッチャーを変えられたのは、まあ、監督の方の英断だと思いますね。途中からボールが上ずったりし始めて、そのやっぱり私との、相対性的な部分とかいろいろあって、ああいうふうな現象って起きるんですよ。それプロの人でも同じなんですよ。で、片や、自分たちが得点できた時に田辺高校のピッチャーの方がちょうど100球目だったっていうことを確認できてた方いらっしゃいますか？僕はもうそれ気づいてました。99球っていうところがちょうど、まあ他の方も気づいていて多分撮影していたと思うんですけども、次100球目っていうのは、これはもう阪神タイガースの試合だとかワールドベースボールクラシックとかでもそうなんですけども、100球目に点数取られてるケースがものすごく多いんですよ。本当にデータ見たらびっくりします。だそういう巨大なデータの中でみんな生きてるのかな、何なのかなっていう疑問とかいっぱい持ちますよ。それは人間が言葉を発していて、一人一人の言葉に神がかり的な力を宿ってるんですよ。100球目でピッチャーは交代させるものだとか、そういう話があるじゃないですか。だから100球目はすごく気をつけておかなければならない。それで私は阪神タイガースの試合は対応してましたね。だからその時その時のピッチャーの様子を見て、崩れてなかったとしても制球力ちゃんとあるんですよ。ボールも走ってるんですよ。だけども点取られたりとか、だからその辺のところが、まあプロ野球の世界だとその時のピッチングスタッフの他の人たちの状態とか調子が良い悪いだとか、故障者がいるいないだとか、そういうふうな事情とかでね、監督の判断っていうのはいろいろ難しさが出てくるんですけども、まあ今日は監督、星稜高校の監督はしっかりとした野球されてるなと、感じました。早め早めピッチャー交代して、まあ最初のイニング、2アウトの時にしっかりとランナー、盗塁で果敢に、チャレンジしてる。やっぱりそういうところだと思います。チャレンジするところ、まあ、チャレンジと無謀は全然違いますから、もうこれはっきり言っておきます。あんまり遠回し気使って遠回しな言い方してたら分かんないから、太ってる人走らせたらダメですよ。それ絶対アウトになるから。ちょっと最後ぐらいね、まあ面白い話混ぜておけばね、疲れも吹き飛んだりするじゃないですか、笑っていたらね。だからまあせめて肉体的な疲れは取れなくても、精神的な、ね、負担ぐらいは、まあ、取っていただけたらなと思います。それでは、この辺にしておきます。皆さん本日はお疲れ様でした。